十勝村。十勝村というところに到着。Welcome to 十勝村。競馬場への入場時間は1時だそうです。まだ少し時間があります。なんだか非常に楽しみですね。まだね、ちょっと時間があるんですけど、今日はもうマルシェに行かずにここにいようかなと思います。北海道のコーラ、味は一緒です。第16話、万栄競馬の協賛レース観戦&帯広の楽しい店出会い。開場時間になったので競馬場に入ってみます。ありがとうございます。どうぞ。入ってみました。串焼き、馬券が当たったら食べましょう。お土産屋さんもありました。バンバ君、売店もありますね。軽食コーナーや食堂もありました。これにしてみようかな。帯広競馬場伝統の味、元祖カレーラーメン。食堂で、カレーラーメンが帯広の味って書いてあったので頼んでみました。いただきます。本当にね、カレーが普通にかかってるだけですね。なんていうかな。面白いですね。パドックが始まりました。と言ってもどこの何を見ればいいのか全く分かりませんが、万栄競馬はレースでは馬の上に乗らないので蔵がありません。パドックで上に乗っている騎手は馬に直接またがっています。スタートゲートの方に歩いていきました。皆さん頑張ってください。とりあえず必ず当たる買い方。昨日の酔っ払いの予想はこれでしたね。3っていうので買って、当たるんじゃないかな。で戻りが、ね、2万円くらい戻ってくるんじゃないかな。勝手な予想を前日に飲みながらしてます。以上です。しばらくレース番組中継をご覧ください。第2レースの入場をご覧いただきました。改めて外の様子ご覧ください。帯広競馬場、13時55分現在、天候晴れ、馬場水分 1.3% の発表です。第2競走発走時刻15時15分の予定です。メンバーご覧ください。第2競走は個人協賛競走です。
マルプーチャチャマル記念です。2歳 D1 クラスの一戦、10頭で争われます。パドックからは4頭、1番ジェイガール、10番レインボークイーン、7番北西皇帝、5番北西タイガーと挙げていただきました。協賛メッセージご紹介します。はい、YouTube のチャンネル名です。群馬県から原付 50cc スクーターにて北海道を旅行中、本日万栄競馬初観戦の予定です。ちゃんとたどり着けていればといただきました。たどり着いてるのかな、チャチャマルさん。そうですね、どうなんでしょうか。あ、でも待ってください、 YouTube の、 あの今コメントの方を確認しましたら、あ、本庄に来ました。チャチャマルさん、あ、 YouTube にいらっしゃるんですか。ありがとうございます、コメント。よかった、群馬県から呼ばれる。よかった、どれぐらいかかったんだろう、お疲れ様です。お疲れ様でした。ちなみにこのレースは468ボックスで買ってみましたということで、あ、これ第一レースのことですかね。あ、第一レースか、はい、ぜひ楽しんでください。よかった、ね、よかったです ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではチャチャマルさんも参加できるというこの2レース、木本さんどのように見てますか。木本さんの予想です。昨日の予想と欲が出たので当日買い足した予想。ただいま第2レースの投票を締め切りました。マルプーチャチャマル記念、いよいよ始まります。帯広2レースは個人協賛競争、マルプーチャチャマル記念、2歳 D1 クラスの一戦、万栄フルゲートスタートしました。一障害に10頭が向かいます。外10番レインボークイーン、内は3番のミヤビルージュ、この辺りがわずかに前で全馬一障害下りました。外10番のレインボークイーン刻んで、9番アーモンドアイドル並んで一旦止まりました。8枠の2頭が前へと行って 1,2 障害の中間を過ぎています。この2頭に内で並ぶのは3番のミヤビルージュです。ペースが落ち着いています。その後7頭1ラン、わずかに北西皇帝破天荒、オレンジの帽子が2つ前へと行きます。その後は横並び、6番 J エクセル、5番北西タイガー、2番年次の力、1番 J ガール、そして4番 J サファリ、刻みながら歩を進めて、前は3番のミヤビルージュ、9番アーモンドアイドル2障害手前に来ました。前半63秒で来ています。3番テイク集まってアーモンドアイドル登っていきます。そして内3番ミヤビルージュ、外は10番レインボークイーン、あとは北西皇帝、破天荒挑戦が始まりました。上がってきたのは10番レインボークイーン、すんなり8番破天荒、そして北西皇帝、それから9番アーモンドアイドル、4番テルに障害くらってとミヤビルージュ、坂の中腹止まっています。前4頭から間が空いてジェイサファリ、そして2番年次の力、その後3番ミヤビルージュ、第2障害寄りました。前は残り 30m 切って、先頭10番レインボークイーン、じわっと7番の北西皇帝並んできた、間は8番の破天荒です。3馬身後ろ4番ジェイサファリが4番手、残り 10m、 10番のレインボークイーンに7番の北西皇帝並んだが、詰まって、8番の破天荒並んできた、そのすぐ後ろ4番ジェイサファリ、歩き続けて10番レインボークイーン着、そして立て直して北西皇帝に着、3番手は8番の破天荒がなんとか歩き切ろうとしたところ、微妙なとこ止まったが、もう一度歩いた、内4番ジェイサファリ。その後2レースは2歳 D1 クラスの一戦、10頭の競争、10番レインボークイーンが勝ちました。初騎乗でした船山クランド騎手、小北英一調教師の管理馬。なお第2障害、6
6番の J エクセルが残っています。あ、やめちゃったんか。あ、結果はこちら、10、7、8でした。単勝は当たりました。後日レインボークイーンの写真と船山騎手のサインが自宅に郵送されてきました。ありがとうございました。そして船山騎手おめでとうございました。帯広競馬場の中にふれあい動物園がありました。つとむくん元気です。こちらはマリー。みんな触れ合ってますな。この馬は根性があります。意地でも食べてやるぜ。早くその人参よこしな。福助くんとハトポッポ、白焼きのゆきちゃん、おやつもらえてよかったね。あ、スモ。まだここにない出会い、リクルート。なんとか当たり馬券をゲットして動画上で紹介したかったのですが、結局一つも当たらず暗くなってしまいました。ホテルに戻ります。ホテル近辺が停電になっていました。おまわりさんの手信号に従います。ご苦労様です。ありがとうございます。ホテルのチェックインをして夕食を食べに出かけました。事前のリサーチでは鳥生っていうところが美味しいっていうふうに話だったんで、そこに行くはずだったんですけど、今日日曜日ってことでね、お休みでした。それなのでどこにしようかなと思ってて、このねスープカレー屋さんにするか、ここのね食わせ屋さんのっていうところにしようか迷ってるんですよね。何屋さんなんだろうな。とりあえずビールでいただきます。結局食わせ屋さんのさんによりました。引き出し2種をつまみます。そしてビールを味わって飲みます。がっつり食べるかおつまみか迷い、おつまみのホタルイカのお気づけを注文。ホタルイカは絶妙な味付けで日本酒が飲みたくなります。うまい。しかしこの先の録画ができてませんでした。残念。ごちそうさまでした。それからどうした。素直に帰ればいいのに、缶詰&インスタントラーメンバードリーマーさんに寄り道します。なるほど、缶詰ね。こっちはインスタントラーメン。北海道で作ったラーメンでシークワーサー意味わかんない。猫好き用ラーメン、うどんもあるし。犬好き用はない。
製ラーメン。取り付きよラーメン。すごいな。これはちょっと食えない。さあ、どれにしよう。店長のヤス君はこんなことも手掛けているみたいです。結構やり手ですな。ちょっと糖質気にしない方にはいいね。なんか俺みたいな体型です。僕そこまでは言ってないですそこまでは。せっかくだったから行ってみたかったけど。めちゃくちゃ並んでましたよね。あ、そうだ。知ってる？言う知ってる？言う。ここ、オープン前、停電になったの。あ、そうだ。停電になって、俺来る。さっきそこね、お前さんいて、何かなと思ったら信号が止まってたみたいな。そうそう。こんなやつだよ。やばかったっす。ここ一帯全部停電。そう。そうですよ。電力。ハイブルしようか。ハイブル。カラオケが始まりました。まずはゆうくんが歌います。ひょっこりはんに似てると僕は思った。ゆうくんは歌がうまかった。わー、上手いな。この動画の中で使わせてもらっていいですか？ゆうさんでいい。そうですね。ゆうはどんな字？ひらがなで大丈夫。ひらがなでゆうでいい。ちなみに、YouTube 教えてもらっても大丈夫ですか？ああ、もうこれですか？ちゃちゃまる。まるぷー。まるぷー。まるぷー。全然どうでもいい。どうでもいいやろ。ちょいちょい間違ってる。超人気 YouTuber の300人ぐらいしか登録者いない。まるぷー。まるぷー、ちゃちゃまる。プーは伸ばしもね。カタカナ。カタカナがまるぷーはカタカナです。もうさすがだよ。パイセンも多分僕らも全部知ってるから。店長のヤス君が歌います。ヤス君の歌がうまい。またいい歌じゃねえか。アイドリの確か。さあ、パイセンくんが歌います。パイセンくんもなかなか声が出てるぜ。傷つけ合う悲しみもそれにしてもみんな上手に歌えますな。もうね、高速寝れて僕原付で動いてるところで曲流すんですけど、その BGM で使うので。それアップされたら連絡しますんで、その時見てくれ。ヤス君さん。はい、かしこまりです。缶詰を頼みました。カニ肉入りカニ味噌。この店の缶詰マジうまい。あれ、私も歌ってしまいました。しばらくの間、聞き苦しい歌にお付き合いください。で、結局俺の場合って、いろんな曲してるので、今日は思いがけず、旅先で若い子たちと楽しい時間を過ごすことができました。店長のヤス君、ひょっこりはんにのゆうくん。
ちょっと恥ずかしがり屋のパイセン君、楽しい思い出をありがとう。最高の夜だったぜ。酔っ払っててごめんね。ダーツにも参加させていただきました。ど素人のマルプーチャチャマル投げさせていただきます。真ん中でやってればいいだけ。次はゆうくん。ゆうくんはダーツもうまかった。そして店長のやすくん。さすがの腕前ですね。そして我らがパイセン君。パイセン君はいいやつだった。帯広にお越しの際はぜひこちらのドリーマーさんで楽しいひとときをお過ごしください。翌朝朝食をしっかり食べました。コンフォートホテルさん、お世話になりました。さあ今日は旭川まで行きますよ。原付の旅動画なのに今回はほとんど原付に乗ったシーンがありませんでした。と言いつつ今回はここでおしまいです。次回をお楽しみに。